そんなことを言っているところへ、石原の子分の歌八が親への手を引くようにして入ってきました。だって私は怖いんですもの。入り口の柱につかまってだだっこらしく体を揺すぶるのを八五郎は、へえ、たまらねえな、面白そうに首を縮めて見ているのです。それは全く目の覚めるような娘でした。おこまのように美しいというのではなく、やや大きい顔の道具、見ようでは少し醜くさえあるのが、手一杯に動員されて表情的に動くと真に燃え立つような顔になるのです。それを肉感的とか魅惑的というのはまだ当たりません。ひとたび物を言ったり、ある素振りを見せたりすると、毒の花のように農園でむせ返るような小悪を吐き散らして、あらゆる男性を困惑させずにはおかないのです。いや、少なくとも本人はそれだけの自信は持っていそうに見えるのでした。ここへ入れ、親へ聞きてえことがある。平次は冷たく言い切りました。日頃は聞かぬ容赦のない声です。でも、そんなことを言いながら、親へはくねくねと体をこね回しながら平次の前へヘタヘタと崩れるのです。年はもう二十歳でしょうか。親も本人もあまり綺麗すぎて縁遠いのだと思っている様子ですが、実は浮気っぽくて世情の噂が絶えないために、まとまりかけた縁談も一つ一つと壊れて、二十歳白羽のまま派手作りに年を隠しているのでした。おめえは菊次と夫婦約束をしたというじゃねえか。まあ、親分。親へはこの露骨な問いの矢面に表情的なポーズを大きく崩しました。世情の噂は嘘じゃあるねえな。親たちは承知か。平次の問いは露骨で猛烈でした。若い娘などにこんな調子で物言う平次ではないのですが、相手の恥を知らない美体に少しは腹を立てたのでしょう。でも、あの、私。親へはまだ所作事を続けております。笠間屋というのは筑波屋と同じ相生町に年久しくのれんをかけた油屋で、大した心象ではないにしても、娘一人に精一杯の贅沢をさせられる程度の心象と、親バカになりきれる心持ちとの所有者でした。そのおめえが近頃ちょいちょい吉五郎と相引きしていたのはどういうわけだ。でも吉五郎さんが。吉五郎がどうした。私と一緒にやらなきゃ死ぬって言うんですもの。親へはもう一つくねくねとやって、小娘のように大きいたもとで顔を半分隠すのです。平次はこみ上げてくる怒りを紛らすように八五郎の顔を振り返って苦笑いしました。おめえはそれで何と言った。おこまさんというものがあるんですもの。私は返事のしようがないじゃありませんか。吉五郎さんとおこまさんの仲を町内で知らないものはありゃしません。そのおめえと吉五郎はおこまが殺された時、あの隣の部屋にいたんだな。おめえと吉五郎が相談するや、人知れずおこまを殺せたはずだというものがあるがどうだ。そんな、親分、そんなことは。親へは平次の言葉の意味を解くと、一瞬めっぽう悩ましい美体をかなぐり捨てて、さっと両頬から血の気を失いました。片膝を立てた江戸一番の御用を聞き、銭形平次の顔が眉の上二三尺のところににがりきって見下ろしているのです。おめえと吉五郎に知れねえように隣の部屋にいるおこまを殺せるわけはねえ。でも私は何にも知りません。おめえでなきゃ吉五郎だ。平次はとうとうここまで持ってきたのでした。この表情的で化粧上手で派手で浮気っぽい親へは銭形平次にとってもかなりの難物でしたが、最後の切り札、二人で相談すれば隣の部屋にいたおこまを殺せたはずだと真っ向から叩きつけられると、さすがに美体も気取りも失ってしまいました。
そんなことが、親分。親絵は、そういうのが精一杯。平次の顔を見上げて、わなわなと言葉のない唇を動かすのです。だから、おめえと吉五郎とが何をしていたか、それを聞こうと言うんだよ。色ごとの詮索をするわけじゃねえ。吉五郎が確かに隣の部屋へ行かなかったという証拠がありゃそれでいい。平次は少し妥協的になりました。少し脅かしすぎたと思ったのでしょう。いろいろのことを話しました。どんなことだ。おこまさんが見張っているから二人は大っぴらに一緒になるわけにはいかないが、誰にも知れないようにそっと仲良くしている分には一向構わないではないかと言ったような。なんということだ。おめえたちの色ごとはまるで犬猫だぜ。八五郎は我慢がなりかねて横合いから口を出すのです。吉五郎はおこまについている筑波屋の分け前に未練があり、一方親絵は大工の菊次と手を切らずに適当に恋の遊びを続けようというのでしょう。この話をあの一刻者らしい菊次が聞いたらどんなことになるだろう。平次は妙に襲われるような心持ちで辺りを見回しました。一つ脅かされると何のはばかりもなく、ぬけぬけとこんな不道徳なことを言う親への頼りなさもさることながら、それをいい塩梅に操っている吉五郎のしたたかさも、平次や八五郎には我慢のならない胸の悪さです。もういい。おめえの話を聞いていると、俺は腹が立ちそうだ。平次はくるりと背を見せて窓から外を眺めました。誰やらが慌てて戸袋の陰に隠れたようです。多分それは親へと噂のある大工の菊次だったかもしれませんが、平次の早い目もその正体は確かめかねました。あの娘を許してやるんですか親分。八五郎は親への後ろ姿を見送って収まらない顔をしております。いいんだよ、あれでたくさんだ。あんまり物を痩せると胸が悪くなる。平次は苦い顔を見せるのです。こういった無軌道な恋の狩人たちはどうも扱いきれないものがあるのです。その代わり口直しに滅法可愛らしいのを連れてきましょうか親分。誰だよそりゃ。おめえによだれを流させるような相手は。よだれじゃありませんよ。八五郎は難解い顎を撫でながら出て行きましたが、やがて筑波屋の一粒種おはるという十八娘を連れてきました。江戸の下町娘の良さ、色白でぽちゃぽちゃして目が大きくて少し受け口で、無口なくせにどこかピンとしたところのある、優しいけれど決して人の言いなり放題にはならない魅力と弾力と美しさと身だしなみと適当に配合されたおはるはこういった方の娘だったのです。おはると言ったね、筑波屋の。平次も何か胸に吹き入る爽やかなものを感じました。おはるちゃんも平石の料理場を覗いた一人ですよ。出刃包丁なんか持ち出す気づけよねえが、ヒントングレーはつまんだかもしれませんよ。八五郎は心安立てに無駄を言うのです。まあ八さん。向こう柳原と相生町で顔見知りの二人の間には、八五郎さんとか親分というような他人行儀はなかったのでしょう。八、いい加減にしろ。へ、真面目に返事をしてくれ。おめえはおこまとは仲良しだったのか。ええ、それはもう姉妹同様ですもの。おはるの心持ちには何のわだかまりがあろうとも思われませんが、平次は何かくすぐったいものを感じました。おこまを恨んでいたものがあると思うが気がつかねえか。あの人を恨むなんてそんな。おはるの可愛らしい眉は潜んでもってのほかの顔になるのです。おこまが殺された時おめえはどこにいたんだ。平次は問いの方面を変えました。
揚げ幕の陰に出を待っていたんです。するとあの騒ぎでしょう。ずいぶんびっくりしました。大きい美しい目を見開きます。そこからおこまのいる部屋は見えなかったのか。見えやしません。もっとも戸の隙間からその隣にいるおやえさんたちは見えましたが。おやえともう一人は誰だ。吉五郎さんのようでした。二人は部屋から動かなかったのか。よくわかりません。私は。おはるはひどく言い渋っております。おやえと吉五郎のひそかな相引きを偶然の機会であったにしても、うっかり隙見したことは若い娘のおはるにとってはたまらない決まりの悪さだったでしょう。おめえが料理場へ行った用事というのは。だってずいぶん支度が遅かったんですもの。若い娘の胃の腑がどんなによく働くものかは平時にも思い及ばなかったでしょう。こう答えてパッと頬を染めるおはるの罪のなさは、この場の陰惨な空気とはかけ離れた言いようもなく楽しい和やかさでした。平次はいい加減にしてこの娘を許してやるほかはなかったのです。それはあまりにも罪や汚れとは似つかぬ存在で、この上突っ込んだことを聞くのは自分の浅ましさや卑しさをさらけ出すようで、実でも罪でも疎ましかったのです。ねえ、いい子でしょ。親分、江戸はいいところだな。あんな娘がピチピチ生きているんだもの。ほやぶんはうめえこと言いますぜ。八五郎はいそいそと帰ってゆくおはるの後ろ姿を見送りながら、自分の額を平手でピシャリと叩くのです。ところで仕事だ、この次は誰を呼んだもんだろう。あの子を産んだおふくらどうです。女は年を取るとどう変わるか、いい見本がありますぜ。八五郎は憎いことを言いながら出て行きました。